気の瞬間から一夜明け、大阪の阪神梅田本店では開店時間を40分早め優勝セールが始まりました。店頭には38年ぶりの日本一を記念して3800円のワインやパイン飴入りの福袋のほか、パッケージが特別仕様のトラ焼きなどが販売されています。せっかく日本一になったので、主人と娘がすごい好きなんで買いたいなと思って朝早く来ました。特売のものを今から買いに行けないなと思ってます。また兵庫県尼崎市の阪神尼崎駅近くの商店街では、マジックナンバーのボードに日本一と掲げられ、セールがスタートしました。こちらのメガネ店では、通常3800円のサングラスが380円となるなど、商店街を挙げての盛り上がりを見せています。38年ぶりやから、これはおめでたいことだから。そうです、そうです。ここに店がある限り、阪神が優勝したら赤字ですね。はい、来年も、日本一2連覇向けて頑張ってください。バモス。